シンバイオニーズ解放軍のシンボル銀行強盗を行うシンバオニーズ解放軍のメンバー。右側の女性はパティハースと左はリーダーのドナルド・デフリーズシンバイオニーズ解放軍は反資本主義貧困層解放を掲げるアメリカの左翼過激派組織強制解放軍とも呼ばれるパトリシア・ハースという怪事件でその名が知られるように なったが、1975年に壊滅した。名称は、マニフェストシンビアニツ、リベレーションアーミーデクラレーションオブレボリューショナリー・ウォー、ザ・シンビアニツプログラムによれば、強制にちなむという。スパマロス、ベンセレーモスなどのゲリラ闘争の影響を受け、人種差別の撤廃や富の平等を主張したが、その実態は、FBI も知らなかったような少人数集団で、 リーダーのドナルド・デ・フリーズは若い時から刑務所で過ごした黒人の脱獄衆だった。メンバーは全員アフリカにちなむ英語ではない名前をつけた。七つの頭を持つコブラをシンボルとしたが、これはクアンザの七つの原則にちなむとされる。最初のテロ事件を1973年11月6日に起こす。アフリカ系だったオークランド教育委員会委員長。 マーカス・フォスターを射殺したが、同期はフォスターが生徒の ID カードを発行しようとしたことへの反発であった。フォスター殺害容疑でメンバー2名が逮捕された。彼らを釈放するために、残りのメンバーは大富豪の娘、パトリシア・ハーストを誘拐する。1974年2月4日、サンフランシスコのカリフォルニア大学バークレー校の 学生パトリシア・ハーストはアパートに婚約者と一緒にいたとき侵入してきた暴漢に連れ去られた。それから強制解放軍からの犯行声明が届き人質の肉声を収めたカセットテープも添えられていた。最初は身の白金と同士の釈放だったが戦術変更し父親に対しカリフォルニア州の貧民6万人にそれぞれ70ドル分の食料を与えようと命令した。 合計で420万ドルとなり、いくら大富豪といえどもこれはさすがに無茶な要求だったが、やむなく実行し始めた。ところが4月3日に彼女がメンバーになったことを宣言するテープと写真が送られてきた。その後 SLA が行った銀行強盗に彼女も参加しその姿が防犯カメラに映っていたことからアメリカ中を震撼させることになった。しかし、 FBI の必死の捜索によって、アジトが発見され5月17日に、多数の武装警官が包囲した。そして銃撃戦となり、居合わせたデフリーズらメンバーは全員死亡した。一方パトリシアは、他の二人の同志と共に、その場にはいなかった。復讐を誓って逃亡していたが銀行強盗をした、後の1975年9月18日に、逮捕される。 逮捕後間もなく、洗脳が溶け、ここに来て、実質的に SLA は崩壊した。ハーストは7年の実刑判決を受けたが、後に検刑、謝免されている。生き残ったメンバーは、その後逮捕されたが、2021年現在、ホスター殺害により、終身刑の判決を受けたジョーレミーロ以外は全て、釈放されている。ありがとうございます。